加藤純一で診断系やってみると面白いぞ。止まらん、お前病気だよ、お前。加藤純一病だよ。純は今何してるのかな。お前ツイッターとかの検索履歴、加藤純一で埋まってんだろ。加藤純一スペースマイクラ、加藤純一スペースいなくいないで、加藤純一スペースとんかつみたいな、お前全部埋まってんだろ。俺のあれで、もう病気だぞ。普通の人間はそんな風にならないんだよ。久々にあれやろうぜ、おい。加藤純一って検索してる、Google のやつ。ヤフーニュースになったから期待できない。期待できねえ、それ。お前、俺が3年後とかにそれやって、これ何これ、それあれだよ。見ようぜ。ちょっと見ようぜ。特に意味はないけど。めちゃくちゃ調べられとるやん、この日。ねえ。過去の2020年の9月20、めちゃくちゃ俺調べられてるやん、宮城県で特に。加藤純一炎上禁止、とんかつ CR か、加藤純一電話。バカしかいねえんだろうな、多分な。加藤純一スペース電話番号。ちょっと待ってな、これ過去30日ぐらいでやるぞ。はぁ、なるほど。加藤純一電話番号が1、調べるな俺の電話番号。富山の人気がすごい、本当だ。行くよ俺富山。こんなに支持してくれてるなら待っててな、富山の人。今年の1月何してたっけ。いろんな配信してたんだ。禁止中って下がるんだな、当たり前だろ。下げることによって世の中の雲隠れして、下げることによるのが大事なんじゃないの。謹慎中上がってたらやべえだろ。あいつ何やってんだ、もうそれ捜索じゃん。謹慎じゃなくて逃亡じゃねえか。ヘズマリュウでやれやがった。ヘズマリュウ多分勝てねえわ俺。あ、やめよう。なんかヘズマリが構成してるんで、自分は名前を出さないでくださいって言ってたから。自分勝手なやつだ。あ、まず、うんこちゃん。え、そうなんだ。もううんこちゃんなんてみんな検索しないんだ。まあ、加藤純一だもんな、最近はずっとな。やっぱ YouTube 伸び始めた時ぐらいから、その差はやっぱ歴然となってるね。でも今も5人に1人はうんこちゃんで検索するんだな。加藤直子やってみろ。なぜ俺が加藤直子と張り合わなきゃいけないんだ。加藤直子なんだ。お前あれだろ、2018年の12月にポンって上がってるだけだろ。しかもちょっとも上がってねえ、ちょっと上がってるし、ここピュンって死んだ時しか上がってねえじゃねえか。柴田ね、柴田ってさ、検索しねえだろ。柴田って目に入るもんなんじゃないの。柴田って自ら絶対検索しねえよ。めちゃくちゃ検索されてる。絶対ライジンだ。柴田すげえ、これライジンだろ絶対。あいつずりーぞ、おい、ライジン使いやがった。ずるくない柴田、おい、それずりーよ。俺サブスクしたんだからな。ずるい、ライジンはずるいよ、あれ。めちゃくちゃ検索されてる。あ、柴田はみんな検索するんだ。いや、俺柴田は登録してるからさ、検索なんかしないじゃん。